皆様ご機嫌いかがでしょうか今日は11月14日火曜日時刻は10時43分を回りました。ラジオオヤジのオヤジラジオ <noise> <noise> ちょっとやかましいですかね。えー、まだ完全に、えー、レベルのね調整ができてませんが、えー、今日今日は <laughs> できました。 あのー、やっとノイズ除去がね、できました。ということで、やっていきたいと思います。今日のテーマなんですが、デイデイ。11月14日火曜日。合ってるよね合ってるよねはい。えー、バッ速報。株の場中速報と、ラジオエジがポンコツだった話。ラジオエジがポンコツだった話。 まあ、ラジオエイジがポンコツだったこと、だったっていうか、まあ、であることは、まあ、皆さんご存知でしょうが。<laughs> で、えー、昨日から、昨日、えっと、土曜日からパソコンの引っ越しをやってて、で、これ、背景見てお分かりのように、新しいパソコンで、今、今日は配信してます。で、ここに、ここにヘッドホンが出てたりとか、いろいろ、ああ、机がごちゃついてるんですが、机がごちゃついてる理由は、 えー、要するに、ノイズが出ちゃってさ、昨日、あの、昨日の動画、ゴーガーゴーガーガーゴーガーゴー言ってましたよね。あれがまだ、あの時はまだ良くて、その後すごいノイズがまた増えてきて、もうどうしようもなくて、何が原因かさっぱりわかんなくて、いろいろ調べてたんですね。こういうヘッドホンで詳細にこう音聞いたりしてね。どこからどんなノイズが来てるんだ、ということで。 やってたんですけど、それで丸3日かかって、で、やっと引っ越し完了し、完了ほぼ完了しました。<laughs> なので、今日は、えっと、このオヤジラジオは、このチャンネルっていうか、これで、この新しい PC でできるし、夜の、えー、相場、相場天気予報じゃない、今は、明日の株チャンスね。株チちゃんも、えー、この、えー、ね。 pc でできるんじゃないかなと思います。で、何が災いしてたのかっていうことなんですけど、最初はね、これだと思ったんですよね。これミキサーって言うんですけど、これで、えー、これで音をこう混ぜてるわけよ。で、これいっぱいスイッチあるじゃないですか。で、入力とか、こういういっぱいあって、で、こういうボタンのさ、こう、う小さい細かいボタンもいっぱいあってですね、 こういうボタンの何か一つ押しちゃって、が入るとか、押し押してないから、ノイ、えっと、音が出ないとか、で、こう、つまみの何か一つがちょっとおかしいと、もうダメとかあるんですよ。<laughs> あるんで、で、それを全部こう、調べたんですけど、どこにも原因がないんですけど、ただ、ノイズが、するわけね。で、ヘッドホン、 で、こう、あ、こっち、ヘッドホンで刺して調べてみると、やっぱりあ、このミキサーからノイズがしてくるわけ。で、ミキサーを変え、何台か持ってるから変えてもダメだから、これ両方壊れたと。<laughs> っていうことは、買わなきゃダメだっていうんで、えー、ミキサー変えました。これ、これと同じミキサーをね、チャンネルの多いやつがあったんですけど、これしか今いいのがなくて、 で、これのチャンネルの多いのの,の新しい、新しい製品を、これも廃盤になってるんで、これはあのね、ベリンガーメーカーの、えー、ミキサーなんですけどね。これを買いました。14,500円。14,500円 <laughs> で。これがね、えっと、結局、最終的に、えー、調べて壊れてたっていうか、ノイズの発生源は、えー、ミキサーではなかったです。だから、 もう今日来ちゃうんだけど <laughs>、ミキサーが <laughs>、えー。え無駄な買い物になりましたんで、まあベルカリで売ろうかとかね、いろいろ考えてるんですけど、まあでも、こういう機材は予備がないと困るので、まあ予備で持っててもいいかなと思うんですけどね。で、結局何が壊れていたかっていうことなんですけど、犯人はこいつでした。<laughs> こいつ。これね、えー、ローランドの VE5 っていう、 えー、エフェクターですね。これいつもね、エコーかけるじゃないですか。で、ここで、ここで A のエコーで、ここで、こう、エコーってこれね、エフェクトボタンを押すとエコーがかかるんですけど、こいつから恐ろしいノイズが出てます。これ、これがね、壊れたやつ。これ僕も、これも僕3台ぐらい持って、3台持ってるんで、えー、それで、まあ、そのうちの1台は壊れて、ちょうどここに繋いでたのが壊れた。壊れてたっていうことですね。 それで、そこからすげえノイズが発生してて、それが、それを突き止めるまでに、まあ本当に100通りぐらいいろいろ原因考えられる中で、ソフトのまあ設定じゃないかとか、ソフトの設定もいろいろあるからね、とか、もしかして PC から何かノイズがとかね、電源が悪いんじゃないかとかね、だから電源コードを変えてみたりとか、あとは USB ケーブル変えてみたりとか、いろいろやってみるわけよ。 で、これね、結構ケーブルキーンっていうのもあるんだよね。音がうまく入らない。ケーブルを変えたら治ったっていうのはよくあるんでね。で、ケーブルも全部変えてみたりとか。それをまあ丸3日かけてやってたんですけど、最終的にこいつが悪いっていうことでね。これね、まあだから、今予備でやってるんですけど、これどうしても僕の,あの動画では必要でして、こうやって、えぇ、ヤッホー、ヤッホーって声、これね、エコーかけたりとか、 こんにちはロロボットラジオですロボッットトララジジオオでですすみたいな、みたいな <laughs> ことがやりたいじゃないですか、ラジオだから。で、それをやるために、これを、えー、くっつけてるんですけど、これが壊れたんだよね。これがね、これ3万するんちう、ちょっと、3万円するんで、誰か持ってません、これ、ちょっと、これ、これ持ってて、もう使わないからあげるって人いません ?1 万円で買いたいんですけど。<laughs> 誰か持ってませんか持ってるわけない。音楽やってる人はね、持ってるかもしれないんだけど、持ってて使わない人いたら、売ってください。1万円で買います。あ2万円でもいいです。<laughs> ちょっと状態によるけどね。あー、VE5 が壊れてたっていうことでね。そんなことで、えー、解決いたしました。はい。えー、で、えー、今日タイトルコールやったっけやったよね。<laughs> また忘れちゃうでね。やったよね。 えー、やったね、株ュ中速報。今日のテーマ、ラジオエイジはポンコツだった。もうタイミングもめちゃくちゃ、えー、ラジオエイジはポンコツだった。ということでね、やっていきますけど、さっきも鳴らした喋 <laughs> しゃべってるのか分かんなくなってくる。で、えっ、ー、と、ラジオエイジの、えぇ、ー、オラジオは、ラジオエイジの雑談、お金、あの出てないよ。はい、これね、えー、お金、 の情報を配信しますと。でね、今回、あの、いろいろやってて、音楽がね、えー、流せるようになりましたね。いろいろやってて、あの、要するに、いろいろ調べたことによって、これは音楽がこうすれば流せるなっていうことが分かってきたりとか、あとは、今ね、これ、実はノイズゲートっていうエフェクターを介して、今配信してるんですよ。 ノイズゲートっていうエフェクトを介して配信してるっていうことはどういうことかっていうと、えー、ノイズ、あの今ね空調がかかってるんでね空調のノイズが入ってきてもおかしくないんですけど、それが入らないようにね今なってるんですね。だからそんな感じで、えー、空調のノイズを消すみたいなこともできたりとかしてるし、ちょっとこれ音楽かけますけど、 ということで、えー、こういうふうにね、音楽がかけれるようになりました。ちょっとね、今まだ、なんていうかな、バランスが悪かったりね、いろいろするんで、えー、まだ課題はあるんですけど、えー、こ喋る声に比べてちょっと音楽はレベルが低いんでね、その辺の調整をしなきゃいけないんですけど、音楽がかかるようになりまして、はい。よかった。 えー、ということで、えー、ラジオ的な動画を、えー、や,りやりたいと思ってたんだけど、いろいろ、えー、問題があって、えー、難しいって言ってましたけど、できそうになってきました。あえてができる。<laughs> できるんで、えー、これで音楽を入れながらの配信もできるぞということになりました。今日ちょっとまだ十分準備できないんですけどね。さっきちょっとフォルダ開いたところで、いろいろね、作品がたくさん見えて、 だと思いますけど結構流せる作品結構あるんでこれから流していこうかなと思ってて今あ今流したのは、えー、知ってる人も多いかもしれませんが僕のオリジナル曲で「君のそばに」っていう1990年に作った録音なんだよねだから30年前 <laughs> 30年前に作った録音でちょっと、えー、それを最近のテクノロジーでちょっとリマスターっていうんですけど、えー、もう一回 音をね、マスタリングをしな押して音質を変えたっていうね、だからちょっと聞きやすくなった感じなんですけどね。それを今流しました。えー、この話この曲の話はまたやりますけどね。あさて、バ中チョの話をね、ちょっとや,やらないといけないんで、バッチョの話をね、やっていきます、えー。今、今日の相場の話ですね。 さて、まず日経平均から、あまだこれあれだ。えー、あれあ、そうか。えっとね、おかしいな。<laughs> ちょっと待ってよ。おかしいな。昨日、分析バラメーター変更したはずなんだがな。なんで、えー、治ってないのかな。昨日ね、これやりましたよね。<laughs> なんでまた戻っちゃったのかな。ちょっと。 不具合があるのかな何かね。これちょっと昨日やったのが、ちょっとね、今ね、あのー、いろいろ変なことやってるからね、それで不具合が出て,出てると思うんですよ。普通はこんな不具合出ないんですけど、僕が今、あっちこっちパソコンをね、あっちからこっちから移動してやってるんでね、それでこうなっちゃってると思うんですよね。ちょっとこのあたりをね、直さないと正確な あの、バーチュー情報が出せないかもしれない。今ちょっと、本番始める前、ちょっと気づかなかったんで、ちょっと今直していきます。すいません。スキャスティックスも9にしないといけないんでね。これちゃんとやっとかないと、えー、ちゃんとした情報にならないから、RSI 大丈夫。はい。大丈夫ね。そして、はい。これで大丈夫だと思うんだね。ちょっとこれで、今ちょっと再計算をして、 えー、今日のバッチ情報を見ていきたいと思います、えー。今日は日経平均あまり強くなくて、今ちょっと日経平均のね、チャート。あ、ちょっと今上がってきてるんだね。さっき見たときには落ちてましたからね。だからどうなるのかなと思ってましたけど。10時今58分です。今ちょっと処理が止まってますけどね。はい。えー、ということで、新しい10時58分の日経平均が欲しいんだが、 あ7分来ましたね。こんな感じで今日経平均は上がっておりまして、はい。で、えー、ちょっといろんな平均線見てきました。ちょっと色が嫌だな。色が、えー、っと、色を変えてください。MA のここな。この色をちょっとグリーン濃い平均線。ここね。今、濃いグリーンにしました。<laughs> いちいちこうなる。 えということで、こうなりましたけどね。こんな感じで今動いてまして。今日、えっ、ー、と、売りシグナルが33,400、買いが3800ですよねで。これで今動いてますけど、まあ僕の,あの予想では、まあこの後、えー、1日2日は上がるんだけど、その後落ち始めるっていうことでね、予想してました。それはあれさえ波がね、下がってくるからっていうことなんですけど、まあ、えー、それで下がるのかって言われるかもしれないけどね、やっぱりこれ波をね、 波なんだよね。波っていうか呼吸だからさ、日経平均でも何でもそうですけど、吸って吐いての呼吸なんで上がるばっかりではないし、まあ上がるばっかりの相場の時もあるんだよ。こことかそうだよね。ここ2023年3月から6月まではもう上がる一方でしたから、こういう時もあるんです。これ強い上昇トレンドが出たっていうことなんですけどね。で、その後は上昇トレンド終わってて、で、あとは上で切り下げの、まあ大した相場になってないんだよね。 今、政府は、えー、政府を上げて、国を上げてね、株を押していこうとしてるんだけど、大した相場にはなってないと。で、そんな中で、えー、こんな動きの後には、やっぱり調整が来るだろうなって、こういうね、調整が来るだろうなと思うわけ。でそれがね、そろそろ調整がね、近づいてると思いますけどね、えー。そんな中で、日経平均だから、まあまあ今日割といい動きですよね。 昨日僕は 5MA がこう跳ね上がってくるから上に行くって言ってたんですけどね。だけど前場はちょっと、全はさっきまでちょっと調子悪かったけど、また上がってきてますよね。だからチャート通りの動き、5MA が跳ね上がる。で、上がっていくっていうね。これはね、この僕の開発したチャート力学っていうソフトで、まあ僕がプログラマーさんにすごい無理を言って、えー、予想足をかけるようにしてくれと。こう予想のローソク足をかけるようにしてくれっていう風にお願いしたんでね。 で、その時に書いた時に、えー、RSI とかも連動するようにしてほしいっ言ったらやってくれたんですけど、まあ、これはね、えー、言う方は楽だけど、やる方は大変で。<laughs> よくはやってくれたなと思うんですけどね。えー、それで、こんな感じで、えー、予想がしやすいんでね。それで,で今日は、まずはバッチですから、えー、どうしよう。 まあ、主だった銘柄見ていこうか。レーザーテックウッド系になってますけどね。あと、エレバレージ日経 UFJ、東京エレクトロン、トヨタ自動車など、こんな感じで動いておりまして。バンクはあまり良くないですね。ソフトバンクはね。三井住友フィナンシャル、川崎汽船、 これあの、監査規制カット系なんだけど、5MA からこぼれたら逃げろって言ってましたけどね。今日まだ 5MA こぼれてないけど、ちょっと危なっかしい感じですね。もしかしたらこれ 5MA からのこぼれが発生するかもしれないですね。えー、ディスコ、三菱重工、えー、カバー売り待ちですが、今日売られてますね。えー、まあ銀行は上がっちゃったよね、結局ね。買えないうちに上がっちゃったよね。資生堂は買い待ちで、まぁ、あ、 えー、だいぶ安いから買いを検討できるんじゃないかって言ってますけどね。ただまあこう、つけ足がこんなんだからあんまり良くないけどね。どうなんですかね。えー、こういう銘柄は、こういうチャートのつけ足の銘柄あんまり買いたい気はしないよね。まあでもあの、言ってみれば、2914なんかも、つけ足はそんなに良くないんだよね。2914これ JT ですけどね。良くないんだけど、最近こう、躍進著しいわけじゃないですか。 だから、この今ね、煙が嫌われる世の中で、これだけいけれるんだったら、これはいいんじゃないかなと思うんですけどね。えー、資生堂は、まあ、ね、どうですかね。これ月足、えー、これ日足。日足で見るとだいぶ安いんですよね。いける、いけるっていうか、そう、買ってもいいんじゃないかなとはちょっと思いますけどね。 で、メルカリが今日今4385出てますけど、メルカリは今日ニュースが出てて、メルカリハローっていうのを、えー、開設するっていうことで、えー、メルカリハローっていう新しいね、サービスをやるらしいです。これどういうサービスかっていうと、空き時間を活用して、アプリから、メルカリのアプリから、えー、アルバイトやパートなど、短期の仕事の募集や応募ができるメルカリハローっていう、 え、サービスの提供を始める。来年春からっていうことなんですけどね。メルカリアだから今まで不用品を売る、えー、なんか、えーね、安く値打ちに、お値打ちに何か、えー、中古品を買うみたいなことで、え、リサイクルサービスでしたけど、え、この後は、その、要するに、求人の方ね、にも、えー、進出するっていうことなんで、 まあいいんじゃないかと思いますけど、高いですね。け結構僕メルカリは今まで、えー、取り上げてきてたけど、今最近ちょっとメルカリは、今日はあの、売買代金が多いですけど、最近メルカリ売買代金上位30穴に入ってこないからね。あんまり、えー、やってなかったんですが、今はこれはね、えー、あ、ちょっと重ねせ分析がまだできてないね。ちょっと。 これでまだ引っ越し途中なんでね、すいませんね。えー、どうしようか。5番目だよね。5番目のチャートに、えー、これ、重ね合わせ分析やれないといけないんですけどね。帰りと、それからストキャスですね。これちょっと売りなんだよね。売り、売っとけのチャートなんだよね。うっとけですね、これね。だからちょっとまたこれ書かなきゃいけないか。 ウッド系のチャート、えー、R のカーブズバ、おい。これは、えー、矢印、ウッド系ですね。ウッド系の判断の、これは、えー、今日いい情報は出てるんですけど、チャートがあまり良くなくて、ここの弱い中で、結構 RSI、帰り、ストキャストもに上がってるので、まぁ、あ、一旦ちょっとメルカリは売っといた方がいいかな、短期的にはね。 まああこのの25円目が持ち上がってきてるから、もしかしたらこういう動きであと少し上がる可能性もあるんだよね。だちょっと今日の足が悪いので、えー、ウッド系の判断にします。えー、あウッド系の今日は、えー、っと、11月の14ですね。はい。まあ、ウッド系って僕は言ってもね、当たらないことも多いよね。まあ、見ててお分かりだと思いますけど、ウッド系って僕が言ってるのに、あ,があ下がらないとかね。 あるんだけど、まあチャートがね、やっぱりピークからちょっと下向きに来てるから、ちょっと打っとけかなと思います。で、今日は中の、えー、売られすぎ銘柄ちょっと見ていきましょうね。えー、下げてる銘柄、売られすぎ銘柄は、えー、WIX ですね。6430、大黒電機。大黒電機は、パチンコの、えー、機械作ってるメーカーですよね。 で、ちょっと前にあの、スマスロっていうのができて、パチンコ業界すごい賑わったんだけど、その後ちょっと売られてて、で、大黒とか売られてるし、こう、ツブライらンフィールズなんかも、えー、このスマスロ関連銘柄なんですけど、最近調子悪いですね。これはもうなんかダラダラ下げになっていて、突き足混乱ですごい良かったのに、こんなに、ね、こんだけすごい躍進したからこんなに落ちてるんだよね。 中足的にもこんな感じで。これはでもちょっと売られすぎじゃないのと思うんですよね。だからこれは、あまあすごい、えー、人気が白熱しすぎて上がりすぎて落ちてるんですけど、まあこれは買ってもいいんじゃないかなと思うようなレベルには来てますけどね。今これそろそろ買いじゃないのかなと思うんですけどね。 ここででも買いシグナル出て、上がろうかな、上がるかなと思ったら 5MA からこぼれが発生して、こぼれて逃げろになっちゃったんだよね。で、逃げろチャートになって逃げてないと、この下落に合うというね。まあ微妙ですけどね、やっぱり 5MA の上で、えー、維持できないと、どうしてもね、5MA の上で維持できないと落ちてくるんだよね。これね、ちょっと、えっ、ー、と、ロうソクで見る。 とととかりやすすいと思うんでけけどねねローソクだ見ると、ね、こうやって見ると 5MA から微妙にこ,うこぼれ気味になってくる。こういうチャートになってくるとこう落ちていくんですよ。だから逃げろチャートって僕よく言うんですけど、逃げろのチャートにねなってたんでね。そんな感じで、日産価格は下げています。で、これは結構下げてまして、突き足は悪くない日産科学ね。 それで、週足も、よくはないけど、そんなに悪くもない中で、えー、悪くないですよね。で、これで、えー、ここまで下げている。えー、200MA ください。200MA の、下回ってるからね、これね。週足 200MA 下回ってるから、割安圏に入ってきてますね。日産科学ね。 まあこの勢いで下げるとなると、まあ当然というか5000円も視野に入ってくるのかもしれないけど、5000円ね、視野に入ってくるかもしれないけど、まあまあいいところに来てるんじゃないかなと思うんですけどね。今今日、昨日今日の下落がすごいきつい下落になってるんでね。こうなるとね、やっぱり、えー、こういう下落来るとまだ下げるっていうことは多いので、えー、下げる。 と見といた方がいいんじゃないかな <laughs> と思いますけどね。<laughs> 日産化学は、えー、5000円ぐらいで買い待ちと、えー。ちょっとこれは買い待ちね。資生堂。これも買い,買い待ちなんですが。ちょっと、えー、日産価格にね、買い待ち入れておきましょうかね。よいしょ。はい。これ買い待ちですね。 姿勢度を下げていて、姿勢度は昨日大きく下げて、今日は、えー、下げ止まってますね。日記、日記は、えー、まあ、これも買い待ちですけど、これも下げ止まりの感じ。で、今日この辺は、えー、大きく下げている売られすぎですね。売られすぎ銘柄です。この辺ね。だからちょっとこの辺りは買いが検討できる銘柄ということになりますね。で、今日急落銘柄ちょっと見ておきますけどね。急今日めっちゃ落ちてるってやつですね。 これですけど、これちょっとまたバグってるので、えっ、ー、と、あれーえの表示じゃ、そうか。はい。えっ、ー、と、急落銘からね。はい。アドベンチャー、オプトラン、えー、ゲームカード、博報堂、つぶらや、GMB、東和薬品、農立、大黒大阪ソーダ、k イチタ、ビジョン、住石、 サンウェルズなどが下げています。このあたりですね。一番下げているのがアドベンチャー。グロス銘柄ですね。オプトランプライムで下げている。オプトランは月足こんな感じなんであまり良くないです。週足もこんな感じであまり良くないです。その中でダラダラ下げなんでこういうのはね、まあ見送っといた方がいいと思いますね。ゲームカードスタンダード銘柄。 付け足こんなんで、まあ、スタンダードらしいというか、すごい買われてる時は買われてるけど、まあ、落ちてくるとやばい。そんな動き。スタンダード名からね、ゲームカード。で、その中でかなり調整してきていて、えー、今、ここまで落ちてきてるんですけど、大丈夫ですかね、これはね。<laughs> ちょっとこれもうーん、最近の動きを見ると、あまり買いたくはないけど、 売られすぎの感もあるよね。この辺元気だったのに、どうしたんっていう。ここ多分、業績だろうな。業績で決算発表で落ちて、それがまたずっと来てて、また決算発表でまた落ちたのかなと思うんですけどね。だから業績はちょっと振るわないんだろうなと思うんですけどね。えー、でも、だいぶ売られすぎてるんでね、えー、スタンダードですからね、スタンダードの S はスリル満点の S ですから、すぐ買えるかどうかわかりませんが、博報堂が下げてます。 つぶらえもそろそろ買いでいいんじゃないかなと思うんですけどね。つぶらえね。これも買い待ちでよくないですかね。はい。つぶらえの下値模索してるけど、まあこんだけ下げてくるとさ、もうひょっとして1000円かよっていうね。そんなチャートになっちゃってるんでね,ね。まあこういうあのきっちりした値段っていうのはやっぱり売買、えー、のね。 あの節目になりやすいんでちょっとここまで落ちてくるとね下手したら1,000円かなみたいなそんな動きになってますけどねこれ今日の急落銘柄円、えー、27672433白鳳堂も結構下げてますけどね白鳳堂、えー これでも、下げたところで業績悪く出たも下げて、下げたところでスカこう上がってるんだけど、これはね、なかなか癖物でしてね、おそらく1100円ぐらいのところをサポートに動くチャートだと思いますけどね。これもだから、買い待ちレイトンは思うんですけど、買い待ちレイトは思うんですけどね、どこら辺で買えるかっていう、う。ん やっぱりね、付き足がさ、こう、付き足で見たときに、こうガーッとこう、やっぱり上昇してるやつが買いたいんでね。だけど、付き足で見たときにこれ、前はこれ吐くほども上昇してたけど、今あんまり良くないっていう感じですよね。で、まあ10年間のチャートがこうで、今ちょっと人気かけてるとなると、あんまり買いたくないかなと。逆にこう、前は良くなかったけど、最近良くなったっていうチャートもあるじゃないですか。 そういうチャートは買いたいけど、逆だよね、これね。ま良、あ、かったのが悪くなったっていうのは、あんまりイメージは良くないですね。これ、月足、白報道2433。で、えー、日足で結構下げていて、1100円ぐらいで買えるかなーっていうね。そんなチャートです。能林後期が下げているということで、えー、これ、月足高で。これは、月足は最近躍進。で、週足で見て少し調整で、週足の実力ラインは、えー、2250円ぐらいですね。 2250円が、えー、月安の、えー、実力ラインということで、まあ、えー、ぴったりした値段で言えば2500円。このあたりが意識される動きにはなってるんですけど、えー、これもね、買い待ちでいいのではないかなと思います。はいこんな感じで、えー、このあたりを待って買っていけばっていう、そんなとこですね。他4553東和薬品、9416ビジョン。 6430大黒電機4046大阪ソーダ3465慶愛スター9229サンウェルズ7426山台ですかね、えー、あたりが急落銘柄で入っておりますそして9騰銘柄の方は、えー、見ていきますと9騰銘柄は急騰銘柄今日はあまり9騰銘柄が出てないんだねだからね えー、あまり相場が良くないっていうことになる。あやっぱり9騰目柄がたくさん出るときってすごい相場のいいときなんでね。勢いのいいときなんでね。今日は6266タッツモ、6298YAC、掘り場がすごいぶっ飛んでますね。掘、え、り、ー、場。まだ上がるんだよね。こういうチャートになるとね。6227AI メカテック、9783ベネッセ、4598デルタフライ、 プックシャ3993そしてタイ建設492にはコーセー資生堂のお仲間ですけどねゲオアルメリオ7 8 5 9九4 3 5光通信7202はイ、ま、ス、あ、自動車これかなり上がってますイス自動車は、えー、なんか不正とかもあったんだけどチャートがこれボックスなんだよねでボックスでこんな感じで上がってるので えー、まあ、今のところはこれ、買いシグナルが出て上がり始めてますから、まあ、えー、これは、まだ上がるとは思いますけど、これはまあね、売り待ちで、えー、ある程度上がってきたら、これは売りを考えるといいと思います。まだもうちょい上がるんじゃないかなと思いますね。これ、月足の、えー、上限に来てるんでね。だからこの2000円は意識されると思うんで、2000円より上、ちょっと前も、 2000円を越したところはありましたけど、あれ今僕、ここに書いちゃった。<laughs> ここに、週足に書いてもダメなんでね。日足に書かないとね。日足にこれ、売り待ち書いておきます。はい。えー、売り待ちは、いすずは7202ということで、売り待ちです。 こんな感じでね、2000円は意識されると思うんだけど、にこ今回勢いがすごいので、2000円も超えるかもね、っていう動きで来ております。はい、えー、こんなあたりちょっと見てきました。さて、えー、ウェジラジオの、ちょっと、あとは雑談をしていきたいと思いますけどね。ちょっと雑談少ない <laughs> 株ばっかりねいや、でも雑談結構してますよね。ノイズ問題解決しました。 えー、まだ YouTube ね、ミッドロール広告がうまく挟めない問題がありまして、えー、これはまだ、えー、問い合わせができてません。昨日はもうずーっと集中して、とにかくノイズをね、どっから、今日ノイズ入ってませんよね。どっからノイズが出てるかをね、ひたすらけんあの調べたんでね。まあほんと PC って複雑すぎて、このミキサーのさ、この、 音ってねもう厄介なんだよねこのミキサーのこのこれを見てもらっただけでねもうめんどくさい感じしますよね <laughs> これこれ一個一個つまみ全部意味があってここは原因って言ってマイクからの入力の強さを調べるああ変えるところとかねこれはなんだコンプレッサーっていうのがあって音を圧縮するつまみでこの辺は え、高音の調整、中音、低音の調整。で、ここにローカットスイッチっていうのがあって、低い音のね、もやもやを切る、取るスイッチがあったりして、で、ここには、えっ、ー、と、これを、えっ、ー、と、エフェクトをかけるスイッチとかね。これパンといって、えー、音をね、ステレオのどこに定義させるか。左側か右側か真ん中かみたいなね。そんなのもあって、そういうのがぜ、いろいろあるんですよね。だから、それを全部、 えー、知ってないといけなくて、そういう中で何かの、その、何かの不具合で、えー、出るわけよ。その、ノイズがね。それやっててさ。で、まあ、なんとかできましたということなんですけどね。な今日は、えー、あ、締め切りはね、今、僕の締め切りはね、えー、締め切りは、でれ、今の締め切りはですね、今日の締め切りは、 MV のアップが締め切りですねで。今週の末まで。さっき流した、今日最初に流した君のそばにを音楽チャンネルに上げようとしてるんでね。で、えー、それはだから映像を伴ってあげるんでね。どういう映像さっきみたいにこうやって揺れながら歌ってでもいいかもしれないけど、<laughs> それじゃあなっていうんでね。えー、今考えてますけどね。 えー、で、それやりたい。あと、シナリオは今度は忘れ物っていうタイトル。あ、じゃあ、忘れ物じゃない。えっ、ー、と、今度はね、駅です。駅。駅っていう、これはやった。まだ皆さんに見せてないけど、これはやっても送りました。ペーラー、今度はね、6枚になるんだよね。えー、仕上げて郵送するは17日までっていうことで。あと、TikTok デビュー。このあたりをね、やってます。今、さっきかけた、君のそばにをね、えー、 tiktok で、えー、バズらせる。<laughs> バズらせることができないかという挑戦をやってみるということですね。えー、まあ割とね僕あの曲はあのヒットの要素があると思うんですよね。ヒット曲になるような要素を、えー、意識して作った曲なんでね、えー。まあヒットしてませんけどね。<laughs> で今日の話題ですけど、今日朝起きて一番に見た tiktok を見たんですけど、したら、こういう人はガチで引くぐらいポンコツな人だから、思い当たるところがあったら直してくださいっていう tiktok 動画がありましてね。それが今日のテーマのこのね、ラジオエジはポンコツだったってやつなんですけど、これ見てね、笑いましたね。九、えー、9つの上、あの、当てはまるかどうかチェック項目があって、9つね、まあ、ほぼ全部当てはま、<laughs> 自分に当てはまったんですけど、ポンコツ、 確定ですね。ラジオエイジ。えー、ポンコツに、えー、で、こういう人はガチで引くぐらいポンコツな人だから、思い当たることがあったら改善しなさいという TikTok 動画。えー、ポンコツ条件1。最初から無理だと決めつける人。これ僕だよね。<laughs> 今、えー、例えばシナリオコンクールで1位を取って、 で、映像化するとかいう目標は立ててるんだけど、まあ無理だけどね、とかね。あ、できるわけねえけど、<laughs> やってるじゃないですか。あ、俺や、みたいな。僕みたいな感じでした。いつもね、あの、よくあの、TikTok とか YouTube で、これはダメな人6000とかね。ダメな人10、10のこの特徴とかあるじゃない。大体当てはまらないんですよ、僕。当てはまらない。 それ見てもね、当てはまらないから、今回もこれ動画始まった時に、これはガチでポンコツな人だから気をつけろっていう動画始まったんだけど、よし来いよと。来てみろやと。絶対僕は当てはまらないと思ってたのね。ただまず最初から無理だと決めつける。まあこれ、まあね、当てはまってんじゃん。<laughs> 最近だから、いろいろ夢を掲げながら無理だ無理だって言ってるんでね、僕じゃん。で、二番目、口だけで説得してくる人。 これも僕ですよね。例えば、えー、とにかく株は危ないからやらない方がいいとか。株で儲かっているのは偶然儲かっているだけだとか。これ説得力ないですよね。<laughs> こ,れこれは、えー、僕ですね。はい。そして三つ目のポンコツ人間、三つ目の条件。すぐに言い訳を探す人。 これも、僕じゃん。<laughs> ちょっと、勘弁してくれ。これね、3つ以上、あの、これから9つ条件言うけど、3つ以上当てはまったらやばいっていう動画だったんだよね。で、今これで、最初から3つ目でもう、もう3つ当てはまりました。すぐに言い訳を探す人。えー、まあ、YouTube4 ヶ月休みましたけど、これはまあ、ちょっと疲れきりましてね、とかね。 ちょっといろいろ考えたくてですね、とかね。言い訳だよね <laughs>。あとは、僕が FX で損をしたのは、自分が悪いんじゃなくて、とトレンドが悪い。で、あと日本の、えー、金融政策が悪いっていうんで、えー、自分は、えー、悪くない。で、FX ではこういう危険なものだ。みたいな形で言い訳して、えー、自分が損をした、えー、ね。 理由は自分のせいじゃないっていうことで言い訳してますね。<laughs> 言い訳してます。これまた僕ですよね。四つ目。ここ。もうここ。もうここね。これもう笑いました。もうピンポン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 ですよね。もう連続でなります。これ。えー、聞いてないのに自分の話をする人 <laughs>。これはもう。 これはもう、どうしようもなく僕だよね。だって、聞いてないよね。<laughs> みんな、みんな聞いてないのに、俺はこうだとか、ああだとか、ずーっと自分の話してるわけじゃない。これはもうめっちゃこれ僕ですよね。えー、そして、えー、ポンコツ人間、だからここまでで4つ当てはまったんだけど、も聞いてないのに自分の話をするって、これ、もう当てはまりすぎて、もう、もうどうしようもないぐらい当てはまり。 過ぎてますね。はい。そして過去ばかりを考えこれはね、割と僕は過去は忘れちゃうんでね。まあ、要はね、これはないと思うけど、要するに、えー、単に、えー、記憶力が <laughs> 悪いだけだから <laughs>、えー。これはないと思うけど、単に記憶力は悪いだけ。で、過去ばかりを考える。ってことはない。でもね、僕結構あの昔の、ああ、るな。やっぱあるわ。ある。うん、あるわ。 あの、すっごい昔の、例えば、小学校の頃に、例えばやった失敗とか、まあ皆さんもそういうのはあるかもしれないけど、それをすごい、もう繰り返し思うんだよね。あとは友達に、あの時こんなことを言っちゃって申し訳なかったっていうのをずーっと思ってます。<laughs> 友達にとか、誰かに言っちゃうんですよ、僕。パパッと言っちゃって、それで、あ、しまったと思うんだけど、もう遅いじゃないで。出した言葉は引っ込められないから。 で、えー、そういうね、ああ、しまったーっていう発言、ものすごく多くて、で、過去ばかり、それね、過去にこんなこと言っちゃったな、あれは申し訳なかったな、とかね、あの、最近で言えば、例えば、えー、と、例えばね、アマゾンの、僕、レビューを書くんですけど、それ、ちょっとひどい、ひどいあのレビュー書いてることがたまにあるんですね。<laughs> そひどいレビューを書いてることがあって、それもちょっと、 えー、今考えるとねあ良よくなかったかなーってあれ消そうかなーとかねくよくよしますからねこれも当てはまるわはい6番目ポンコツ人間の条件もうもう5つ全部当てはまる6番、えー、自分がやったことを大げさに大変そうに話す人言葉もないねで今もこれこれから今日始まったじゃん いやー、ノイズがね、入っちゃいましてね、これがね、100、100ぐらいあの条件があって、それを3丸3日かけて、全部潰して、い丸3日かけて引っ越し作業やってて、えー、日曜日からね、ノイズの問題が発生して、それも一生懸命ね、夕べ夜ね、遅くに解決したんですけど、夜1時半ぐらいかな、に解決したんですけど、夕べてか今朝っていうか夕うべ。 で、それを今大げさに話しましたね。こうミキサーボタンが100個ぐらい、ミキサーだけでも 100, 100個ぐらいつまみとかあって、これが1個違うだけでとか。<laughs> これもう,もう僕のこと以外に、誰の話でもな、ね、い。1日6本で動画でヘロヘロになったとか、RSS 自身ができなくて1ヶ月苦労しててまだ解決しないとか、 で、引っ越しやってノイズの問題が発生して引っ越しに丸3日かかってでも解決したとか。も、ま、う、あ、完全に僕だよね、これ。自分がやったことを大げさに大変そうに話す人。はい、あ。<laughs> 7番目。俺らの頃はと新しいものを拒む人。まあ、これも多少傾向があるよね。今電話すると怒られますからね、とかね。最近は読めない名前が多いよね、とかね。<laughs> 新しいもの割と拒む部分がありますから、これもまあ僕だよね。はい。そして、8番目。これも完全に僕だよね、これ。すぐに他の他人のせいにする人。これ完全に僕です、これ。だって、ね、アンチ、まあ、YouTube やそのアンチコメントやっぱり気になりますよとかね、これ人のせい。で、YouTube のシステムが悪いので、これがうまくいかないとかね。えー、動画配信の X スプリットにバグがありましてとかね。 あと、ヤマハのサポートがクソだからと <laughs>。とか、えマイクロソフトのオフィスが、とかね、これ、これもね、ちょっと前まで、その、この RSS が受信できないのはマイクロソフトのオフィスのせいだと思ってたんだけど、実は違ってて、多分。だって今もこれ受信できてるんだよね。この PC では。で、これは別にオフィスが動いてるんですよ。365で受信できてるんだよ。 だから、えー、実は、やっぱり PC に原因があったと思うんですけど、それすぐに他の人とか、えー、自分以外のせいにします。FX で損したのはトレンドが出たのが悪いとかね。そもそも FX はリスクが高すぎる。<laughs> 9番目 <laughs> これ、ちょっと、勘弁してくれよ、もう、本当に。そこまで言わないでくれ。お金一番にこだわってますよね。<laughs> お金、すぐに金のこと言う。ね。今も、だから、その、えー、例えば、えー、収益、収益を、今、あ、えー、の、ね、ミッドロール広告、広告を挟むのを少なくしてるんだけど、そうするとお金が減るけど、えー、見やすいようにやってるとかさ、うん、まあ、お金こだわってる証拠だよね。あとは、今日も言ってましたけど。 今日も言ってましたけど、この機会が3万するから、誰か助けてとか、えー、ミキサーも1万4500円もするから、とか、すぐ金のこと言ってますよね。すぐ金のこと言ってる。なあ、もう金、金金金金言ってる。<laughs> なので、これもまあ、僕だよね。ああ、落ち込むな、朝からな。だから、えー、 この、ね、えー、今日の話、朝一番に見た、えー、こういう人はガチで弾くぐらいポンコツだから改善しなさい。ガチで弾くぐらいポンコツだ、ラジオエジ。最初から無理だ。口だけで説得してくる。<laughs> そして、言い訳を探す。そして、自分の話ばっかりしている。過去をから、過去の記憶とかトラウマから、なかなか逃れられない。<laughs> そして、 自分がやったことを大げさに大変そうに話すそして俺らの頃は新しいものを拒む、えー、そして人の誠意にするそして、えー、金にこだわるすいませんでした <laughs> ということで、えー、ラジオ味はポンコツ確定ということで、えーえー、決定いたしました <laughs> まあ昨日から今日までねだいぶいろいろいいこともあったんですけどね、えー、朝 えー、見た TikTok でいきなり、えー、パンチを食らって、えー、あっちゃーってなったラジオイジですけどね、はいえー。ということで、えー、今日の動画はここまで。また夜やりますんでね、見てください、えー。そう、夜の動画はカブチャンス、カブチャンメインチャンネルでやっております。それではまたラジオイジでした。